はい、どうもこんばんは。本日も怖い話を読んでいきましょう。今日はいつもよりテンション高めです。嘘です。今回読むのはこちら、ゲーム実況の裏。なんかすごいな、こういうホラーチャットノベルでゲーム実況が題材になるって。嬉しいって言っていいのかわかんないけど、ゲーム実況者だからこそめちゃめちゃ気になる。有名ゲーム実況者のゾラは海外なのかな、視聴者に勧められたゲームの実況をすることになる。そのゲームの主人公はゾラと似ており、あーなんか映画とかでありそうだな。行きます。はーい、てなわけで無事にトゥルーエンドを迎えることができました。今までご視聴ありがとうございました。あ、なんかでも結構爽やかな実況者な感じすんな。今回のゲーム実況はパート1からたくさんの再生数とコメントをいただいて、サイトのランキングでなんと2位をいただきまして、いやいやありがとうございます。おー、いいね、こういうなんだろう、正統派で爽やかな人が上位に行くっていうのが結局一番いいと思うわ。なんかひねくれた俺みたいなやつじゃん。なんで自虐を入ってんだろう。でもできれば1位が欲しかったっていうのが本音かな。いやいいんだよ、徐々に上がっていけば。次回作の実況はまだ何のゲームするか決まっていません。なのでなんかおすすめのゲームあったらメッセとかで教えてくれるとありがたいっす。あ、ん、な、ん、なんだこいつ、つかめないキャラだな。意外とチャラいのか。でもこういうなんか上位に行く人たちってあんまりおすすめのゲームとか聞くっていうより自分でちゃんと選んでる感じするけどね。じゃ、また次回作で会いましょう。あ、まだ実況中なのこれ。最終パートでこの話してんの。終われよ、すっと。次の日。お、早速メスがたくさん来てるな。このアクションゲームは前に実況やったし。すげえな、まああるか。最近知った人とかはね、このゲームやってないでしょうって思っておすすめしてくれるけど、実はやってたみたいなパターンね、あるある。このゲームは普通に友達とやったことあるから、初見の面白いリアクション取れないんだよな。他になんか面白そうなおすすめのゲームは、お、これどう、これメッセージで来てるのか。ゾラさんこんにちは、いつも見てます。もみじちゃん、これ海外っていう設定でいいんだよね。先日投稿されていたゲーム実況の最終回で次にやるゲームが決まっていないとのことでしたので、私のおすすめのゲームを紹介させていただきます。お、すごいプレゼン式だね。黒主人公というタイトルのフリーホラーゲームです。面白そう、ちょっとだけ面白そうだな。黒主人公か、これが多分このゲームがゾラにそっくりなんだよね。自分が主人公のゲームって確かに面白そうだよな。フリーだからもちろん無料です。あまり内容を書くとネタバレになってしまうので避けますが、すごく怖くて面白いです。いや、ネタバレを避けるにしてももうちょっとあるだろう、内容が。その内容薄っ。すごく怖くて面白いです、薄っ。お化け系というより人間関係がドロドロ系です。あー、そっち系ね。俺もそっち系のが好きかもしんないな。あと BGM が豪華でイラストもすごく綺麗です。急に饒舌に喋り出すな、内容ごめんね、薄いとか言って。ぜひぜひ実況してください。ゲームのダウンロードのリンクはこちらです。おー、とか言ってこの URL 飛んだら、このもみじちゃんの Amazon の欲しいものリストだったらどうしよう。へえ、黒主人公ね。いや、お前なんかちょっと嫌なやつだな。上から目線で見てんじゃねえよ。聞いたことのないゲームだな。ちょっと動画サイトで調べてみるか。ああ、どんな感じのゲームかとかね、 PV とかあったりしたら見る、それいうので分かるもんね、雰囲気が。
誰も実況動画投稿してないな。あー、これ実況あるあるだと思うんだけど、誰も投稿してないからこそ自分だけが強みになるっていうパターンになるか、完全に埋もれちゃうかの、大体どっちかな気がしちゃうな。超有名ゲームは誰でもやってるけど、いろんな人が見てくれるっていう可能性もあるからね。どっちがいいとは言えないよね。自分がやりてえのをやれ、ゾラ。ゾラ、キングダムハーツの主人公みたいな名前しやがって。あまり知られていないのか。俺だったらやるけどな、誰も知らないんだったら。ということは、俺がこのゲームの実況して、このゲームの人気の火付け役になれば、ランキング1位を取れるかも。あ、なんだろうな、俺だったらやるなって言った後にそのセリフ言うと、俺もそう思ってるみたいになっちゃうじゃん。火付け役になれば1位取れるでしょって、キヨそう思ってんだみたいな、めっちゃ嫌なやつ。よし、このゲーム実況取ろう。数十分後、今撮ってる最中ってことなのかな。よし、ゲームのダウンロード済んだし、マイクの準備も OK だ。録画開始。チュアース、ゾラでーす。いやー、伸びねえよ。チュアース、ゾラで。なんだろうな、クソ滑ってる感じの飲み会で挨拶してるやつみたい。今回は視聴者の方からおすすめされたゲーム、黒主人公を実況プレイしていただきたいと思います。はい、結構俺リアルにお届けしてるからね、噛むっていうことも。このゲームはフリーのホラーゲームで、 BGM とイラストがいいらしいですね。あとやっぱりホラーゲームだから怖いらしいです。はあ、まあ今のところは普通にゲーム紹介してるだけだからな。なので怖いの苦手な方は注意してくださいね。あ、優しいな。では始めていきましょう、ゲームスタート。あ、でも結構正統派だよね、やっぱり。ん？何何？主人公の名前を決めてください。わかりやすいようにゾラでいきたいと思います。ね、あの、ゾラくん、ゾラくんでいいかな。ゾラくんいいんだよ、正統派で素晴らしいし。ただね、なんだろうな、面白くはないっていうか、そのあ、そ、まあ俺の感覚がずれてんだと思う。ゲームだけを見たい人はね、このゾラくんが素晴らしいからね。あ、ストーリー始まりましたね。俺の名前はゾラ。俺は趣味でゲームの実況を投稿している。あ、これがまんまゾラになってるんだ。人気は全然ないけど。へえ、ゲーム実況者なんだ。お、でもすごくない？ちょっとこれ面白そうに見えてくんな。ゲーム実況者、さらに自分と同じ名前のやつが主人公って。俺と同じじゃん。茶髪なところも俺と同じか。っていうか、主人公イケメンじゃない？そこも俺と似てるわ。あれ？なんだろうな。なんかさ、おい、ゾラクソ滑ってんぞって今言おうと思ったんだけど、あれ、なんか俺もしかしたら普段の実況、俺ゾラよりひどいボケを連発してるから、俺もしかしてクソ滑ってんのかな。俺もしかしたら普段クソ滑ってるかもしんないね。ごめん。てんてんてん。今コメントで、は？とか来てそうだな。うるせえな、こいつ。いいんだよ、そういうの。今日も俺はゲームの実況をする。今実況を撮っているゲームは、やばい鬼ごっこというゲームだ。やばい鬼ごっこだって。これ、俺が実況始めた頃にやってた、怖い鬼ごっこの文字入りじゃない？知らん、知らん、知らん。その、ゾラと、ゲームの主人公のゾラと、現実世界のキヨのゲームのタイトル、実況タイトルがぐちゃぐちゃになってんだよ、今。懐かしいな。もう3年前くらいかな。ああ、3年ぐらいか、今実況始めて。俺はもう9年になる。誇れるもんじゃねえ。俺、あのゲーム実況のおかげで視聴者が増えたんだよね。ああ、でもそういうのあるよね。何かがきっかけで伸びるみたいな。今はあのゲームの実況してる人結構いるよね。と、いけないいけない。ゲーム進めないと。
さて、実況撮りは終わったし、何しようかな。お、ゲームの主人公のゾラは何をすんだ、こっから。寝る、コンビニへ行く。お、選択肢出てきた。寝てもね、何もないかもしれないし、まあ俺も寝るかコンビニへ行くっていう選択肢よくあるな。コンビニに行こう。こういうゲームは何か行動しないとね。数十分間やってんのか。はい、てなわけで区切りのいいところまで進んだので今回はこの辺で終わります。あ、でもしっかり実況の終わりを言ってる、偉い。噂に聞いていた通り BGM とイラストめっちゃ良かったね。まだ序盤だから怖くないね。確かにな、一切怖いシーン出てきてねえな。これからどうやって怖くなっていくか楽しみですね。パート1、ご視聴ありがとうございました。クソ丁寧だな、ゾラ。やめて、そんなに丁寧なの。俺恥ずかしくなってくるから。じゃパート2で会いましょう。うん、パート1で視聴やめる視聴者って結構いるからね。録画終了。こっからどうなんだろう。よし、あとは編集してサイトに投稿だ。実況、ゲーム実況者が主人公。ゾラ、俺もそういうタイトルつけちゃう。すっごいゲーム実況のこと分かってる感じのタイトルだな。投稿完了。ちょっと伸びそうって思っちゃうよね、ゲーム実況者が主人公って。ただゲーム実況者のことを心よく思っている人たちが気になるよね、きっと。今回の実況も安定した面白さ。主人公もゲーム実況してるからマジで空がゲームの主人公になったみたい。見たことないゲームだから面白い。パクフリオヘイ。いろんなコメントがあるな。評判はいい感じだな。ランキングにも載ったし。でも8位か。1位になりたいんだけどな。まあそんなに高望みするなよ。よし、パート2の動画の再生数を伸ばすためにも、パート1の動画の再生数を伸ばすためにもパート2撮るか。まあね、パート2やった時に初めて知って、あ、パート1から見てみようってなるのもあるからね。翌日、録画開始。チアース、どうもゾラです。あ、これがお決まりの挨拶なのか。今回は前回の続き、黒主人公のパート2をやっていこうと思います。確か前回は彼女からメール来たところで終わったんだったかな。知らんよ、前回の終わりを。彼女からメール来たっていうのもこれ現実なのかな。ゾラはゲームを進めていく。怖いシーンまで来てないんだもんね、まだ。なんか変だな、このゲーム。お？前から思ってたけど、主人公の外見や大学通いながらゲーム実況してるところとか、4年付き合ってる美大生の彼女がいるところとか、現実の俺とすごく似ている。お、こっからか。でもこれね、1話で終わるからもう終わりになってくるんじゃないかな。まあ偶然だよな。プルルルルル、電話だ。誰からだろう。これゲームか。出る出ない。うわ、この電話絶対やばいやつだよ。もう、まあ出るけど。ああ、セーブしろよ。もしもし。返事がない。無言電話のようだ。俺は電話を切った。ああ、よかった。なんか変な女とか子供の声が出てくるかと思った。じゃあ区切りんでここで終わります。パート3でお会いしましょう。区切りいいのかこれ。まあごめん、文句を言うもんじゃねえな、人の実況に。パート2投稿を。パート2も評判いいな。パート1のランキングも5位に上がってたし、コメントの反応もいいし。ん？面白そうなゲームだからダウンロードしたいです。が、どれだけ探しても黒主人公のゲームのダウンロードサイトが見つかりません。どうやってダウンロードするんですか？え？なんでだろう。まあいいや、パート3の動画の説明文におすすめしてもらった時のリンク貼っておくか。まあね、リンクは分かってるわけだもんね、ゾラ君は。プルルルル、電話だ。もしもし。ゲームの世界とリンクしてきている。
おーい、もしもーし。無言電話？まるでゲームと同じ。まさかな。数日後、実況収録中。でも数日間は何も起きてないってことか。なら、愛してるよ。お、ゲームの主人、ホラーゲームなんだよね。恋愛ホラーアドベンチャーとかなのかな。最後の最後にちょっと恋人がいるみたいな。私も愛してる。おう、うわー、浮気してる。ドロドロだな。確かにそういえば言ってたな、そういう系じゃなくて人間関係ドロドロみたいなこと。悪いやつだな。視聴者の皆さん、浮気は絶対良くないですよ。いや、いちいち語りかけんな。お前、視聴者のこと常に気にしすぎじゃねえか。はとか言われてそうとか、皆さんとか、ちょっともうちょっと自分の好きなようにやったらどうだ。いや、良くねえな、俺も。良くないよな、こういう文句は。とは言うものの、実は俺も今まさに、ここの主人公と同じように、浮気を、クズ野郎じゃねえか、お前。視聴者の皆さん、浮気は絶対良くないですよって言ってるお前が浮気してんだろ。やめろ、バレろ。めちゃめちゃ面白いからバレろ。しかも浮気相手の名前はゲームと同じナナだ。へえ、あんたもナナって言うんだ。もうナナっていう名前見ちゃうと絶対俺これ言っちゃうんだけど、あの原作漫画ナナからこのシーンを切り抜いてしまう。へえ、あんたもナナって言うんだを絶対言ってしまう。昨日の無言電話といい、これは本当に偶然なのか。もうこんなゲームやめてしまいたい。けど動画の評判はいいし、こんなところでやめるわけにはいかない。あー、結局数字に目がくらんでるわけですな。数十分後、キリがいいところまで行ったのでパート3はこの辺で終わります。あ、そうそう、パート2でこのゲームのダウンロードサイトがわからないってコメあったんで、前にリスナーの人から教えてもらったリンクを動画の説明文に貼っておくんで。じゃ、パート4で会いましょう。今回も面白かった。けど、リンク飛べませんでした。リンク飛べない。なんで？ダウンロードできない。え？おかしいな。俺はここからこのゲームをダウンロードしたのに。ゾラは、自分が貼ったリンクをクリックした。あれ？ほんとだ。リンク飛べなくなってる。どうしてだろう？なんだか気味が悪いな。でも、このゲーム実況がきっかけで視聴者めっちゃ増えたし、パート1の動画は2位まで上がったし、このまま投稿すれば1位になれるかもしれないんだ。それに、ここで中途半端に投げ出したら叩かれるだろうし。ああ、でもね、ちゃんと事情を説明してちょっと怖くなってしまったとかをしっかり言えば分かってくれると思うけどね。まあ少しは叩かれると思うけど、そうすると視聴者が減ってしまうかも。気にしてんな、お前ずっと気にしてんな。怖いけど撮るしかない。いや、さすがに身の危険感じたら撮らねえだろ。続きよ。ゾラくん好き。なんか同じ名前だから好きって言われると照れますね。このナナちゃんかなり俺好みの女の子だし。うわ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 、キスシーンだ。ちゅ、俺こういうの見るとなんかゾワゾワするんだよね。ガチャ。うわ、誰か部屋に入ってきた。あ、もしかしてこいつ彼女じゃない。どうして君がここに。しばらく作品作りで忙しいから、大学の近くに住んでる友達の家に泊まってるはずじゃ。驚いた？あれは嘘だったの。ごめんなさいね。でも、そのくらいの嘘許してくれるよね。だって、ゾラはもっとひどい嘘を、私についていたんだから。私だけを愛してるって言ったのに、他に女がいるなんて。浮気がバレた。どうしよう。これは、土下座をして本当のことを言いましょう。うわぁ、四択かよ。おい、ゾラ。
俺の中でお前は爽やか実況者、好感度高い爽やか実況者ぶってるクズ野郎ってなってるからね、俺の中では。どうしようかな、現場見られてるんだから言い訳してもな。そうだぞ。ここは B で。あ、偉いな。でもすまない、お前が俺とあんまり会ってくれなくなって、そんな時ナナと出会って好きになってしまったんだ。これさ、この流れでいくと現実でも起きるってことなんだよね、きっと。これが、ふーん、そうだったんだ。お、どうなるどうなる。クソ。え、キャー。俺は彼女が隠し持っていたナイフで刺されて死んでしまった。バッド、どんなゲームだよ。なんだこのゲーム。でもこれが多分この後現実世界で起こるから、本当のことを言わないで逃げるにしなければ殺されてしまうってなるのかな。あちゃー、バッドエンドか。他の選択肢が正解だったのかな。っていうか同じ名前の主人公が殺されたから、なんか複雑な気持ちだ。ま、キリがいいんで今回はこの辺で終わりますか。よくねえよくねえ、お前キリいいっていうのが口癖か。他の選択肢やれちゃんと。いや、これあのパターンか。次回ハッピーエンドまでやりたいと思いますみたいな、エンディング回収みたいな感じのことか。じゃあパート5で会いましょう。録画終了、投稿完了。はい、いや、はあ、やることないし、パート5も撮っちゃおっか。どうせ残りの選択肢選ぶだけですぐ終わるだろう。浮気がバレた、どうしよう。よし、じゃあ次は A の言い訳で。違うんだ、俺はこの女に騙されてたんだ。ちょっと嘘つかないでよ、ゾラ君から誘ってきたんじゃない。また嘘をついたのね。違う、違うんだ、話を聞いてくれ。さようなら、ゾラ。俺は彼女が隠し持っていたナイフで刺されて死んでしまった。ちょっと面白いな。このゲーム面白い。何やってもこのゾラの括弧の俺は彼女が隠し持っていたナイフで刺されて死んでしまったで、ね、このエンディングになるのちょっと面白いな。バッドエンド。またバッドエンドかよ。じゃあ次は C の土下座を選んでみようか。すまない、この通りだ、許してくれ。俺は彼女に必死で謝った。謝られても許さないから。俺は彼女が隠し持っていたナイフで刺されて死んでしまった。バッドエンド。またバッドエンドかよ。でもあと逃げるしかないもんな。ついてねー。じゃあ D が正解だったのか。まさか逃げるのが正解だなんて思わないわ。まあ逃げたら追っかけられて殺されると思っちゃうもんな。俺はその場から逃げることにした。しかしコードに足を引っ掛けて転んでしまった。ちょ、おい、俺ドジすぎんだろ。逃げることなんてできないよ。まさか、まさか。すまない、許してくれ。楓。おっと、この楓ちゃんが同じ名前なんじゃない。え、楓。もう許すことなんてできないよ。じゃあね、ゾラ。俺は楓が隠し持っていたナイフで刺されて死んでしまった。なってさ、これゾラって最初海外かなって言ってたけど、これあれなんだね、活動者名なんだね。バッドエンド。全部バッドエンド。それにどうして彼女の名前が楓なんだよ。俺の彼女と同じじゃないか。新着メッセージ一件。なんだよこんな時に。そろそろゲームのすべてのエンディングを見終えた頃でしょうか。黒主人公
楽しんでいただけましたでしょうか。あなたとそっくりなクズな主人公だったでしょう。ふざけないでください。何なんですかあなたは。このゲームは私が作ったゲームなんです。美大で仲良くなったゲーム作るの好きな友人に教えてもらったんです。びっくりしたでしょう。最後の選択肢で D を選択して現実の彼女と同じ楓が出てきた時は、なんで俺が最後に D を選んだことを知ってるんだ。4年も付き合ってきたんです。そのくらいわかりますよ。まさかお前。でもこのゲームのすごいところはここからです。もうすぐゾラさんもゲームの中の主人公と同じ結末を迎えるよ。ごめんなさい、ほんの出来心だったんだ。許してくれ楓。絶対に許さない。数日後、おどうなった。数日ってことはもう楓とは会ったのか。速報、有名実況者のゾラが彼女に殺される。原因は浮気か。丸月末日、有名実況者のゾラさんが彼女の山吹楓さんにナイフで殺された。原因が浮気ということもあり、ネットではこの話題で持ちきりとなっている。またこの事件がきっかけとなり、最後にゾラが投稿した黒主人公の実況シリーズは動画サイトのランキング1位を獲得した。あ、面白かった。あ、面白かった面白かった。はい、今日はこの辺で区切りがいいんで、また次回お会いしましょう。それではバイバーイ。